私があなたの会社のバリアしと申しますはい、今日お伝えするのは、えー、どうやって新幹線に乗るまあ、例えばね、車椅子の親とか、あの、お父さんお母さん、また友人を連れて行く時に、どうやって新幹線に乗ればいいのっていう文。これね、一応、まあ、N700 系を書いてみましたけど、まあ、ちょっと、あの、前からだとちょっと書きづらかったんで、ちょっと横から書いてみましたね。 あの車椅子に乗る場合どうしたらいいのってところで、まあ、一通り全部話すとちょっと長いので、まあ、今日は予約編って、結構予約だけでも結構ね、これ大変なんですよ。そこの部分をお伝えしたいなというふうに思っています。まあ、今後はね、やっぱり本人が乗るという場合もあるし、まあ、そうでない部分もあると思うんですよ。やっぱ親が、親とかね、友人とかと一緒に乗る場合があると思うんで、そういう時ままあ、今はなくてもね、これからやっぱりそういう機会ってあると思うんですよね。そうした時にどうしたらいいの っていうところなんです。結構これね、普通とはちょっと違うところがあるんです。それをね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思っています。首都圏の場合、首都圏の鉄道でね、首都,首都圏の鉄道の場合には、まあ、その場でね、駅の解説に行って、すいません、あの、東京スカイツリーの駅まで行きたいんで、よろしくお願いしますって言ったら、はい、わかりました。じゃあ今からどうしますっていうふうに対応してくれることが多いですね。まあ、ただ、えー、昨日も言った通りに、無人駅の場合、 無人駅の場合にはちょっと難しいかもしれないですね。だから事前にその時は事前申請でその鉄道会社に必ずご連絡を入れた方がいいと思うんですね。そこが大きなポイントになります。ただしね、この新幹線の場合ってこれがね、ちょっと違うんですよ。予約が。その場でやるのはやっぱりね、難しいと思います。まあその場で乗ることもありますよ。でもね、その場で乗るんだったらやっぱ覚悟が必要ですね。そうなると、じゃあどういうことが必要なのかってうと、 じゃんやっぱりね、五乗、一応書かれてる言葉は、5乗車の1ヶ月前の日の10時から2日前までに行うんですよ。そうなんですよ。これね、結構意外と大変なんですよ。2日前までに行うっていうのがね。まあ、もちろん、いくつ先がけ分かってればいいんですけど、このね、2日前まで行うのも、例えば通常だったらネット予約とかできるんですけどね、これがね、車椅子席に対応はね、できないんですよ。できないんです。飛行機はできるんですよ。 飛行機は自宅からやって、自宅でチケットを購入して、まあ、お体不自由デスクかなんかに連絡をして、席を取って、じゃあ、あとは空港に来てくださいで行くんですよ。でも、新幹線はそうはいかない。残念ながら。一般車で意外と楽だと思うんですね。じゃん新幹線の場合は、これ、決まったスペースにしか車椅子対応座席はないんです。これ、ないんですよ。だから、あの、新幹線で結構、 20両、20両はなかったかな。それぐらい結構長い車両だと思うんですけど、東海道新幹線の場合には11号車しかないんですよ。車椅子対応座席っていうのは。だから、11号車がもう埋まってしまっ、11号車の決まったスペースが埋まってしまったら、もう、あの、基本的には乗るスペースはないと考えた方がいいと思います。まあ、全く乗れないわけじゃないです。デッキみたいなところに乗って行くのは可能かもしれないですけど、さすがにね、 大阪までの2時間半とか、2時間40分とか考えるときに、やっぱりずっと鉄筋にいるのは結構大変だし、まず、もしかしたらそこが車椅子のトイレもないかもしれない。だそうなってくると、やっぱりトイレにも行けないっていう状態になってしまう可能性があるんですね。だから非常に厳しいところがあると。それで、東海道新幹線の場合には11号車ですけど、でも東北新幹線とか上越新幹線、まあ JR 東日本の電車に関しては、結構連結していくわけですよね。 え、東北新幹線とかだと、例えば、え、新函館北斗まで行く電車があると思うんですよ。その電車もあって、秋はあの、秋田まで行く電車もあると。それで、あとは、あの、そうなってくると、連結してますので、結局、あの、はやぶさに乗る方と小町に乗る方に、両方とも、えー、車椅子の対応スペースというのがありますね。えー、結構そういった場合には、この、やっぱりどこの号車っていうのは、あらかじめ確認をしておく必要があると思うんですね。 まあ、東海の新幹線の場合にはもう11って考えていただければいいと思います。それで、もしね、じゃん。えー、と言ってもね、もし2日前過ぎるとどうなるのかっていうと、これね、ほぼ予約は取れないと思った方がいいと思うんですよ。だいたいね、直接行って、すいません、今日の11時の、あのー、電車に乗りたいんですけど、とか言った場合には、大概ね、取れないです。空いてないです。 それがデッキかなんかに、ね、ずっといるしかないと。そういった形になってしまうんですね。まあ、ただね、この間ね、あの、国会かなんかが大臣かなんかが話してましたけど、まあ今後はね、東京2020とかそういった部分があるので、まあ11号車だけだと足りないだろうとか、例えば2日前までだとちょっと厳しいだろうっていう話は出てましたね。だから今後は変わるかもしれません。ただ今の状況では、まあ基本的に目安は2日前までになってるんですね。 だ二日前まで予約をしないと、だいたい11号車とかもうだいたい埋まっちゃっているというのが今の現状だと思います。それで、方法的な部分をお伝えします。じゃん。方法は、これとにかくね、余裕が必要なんですよ。余裕がないとダメですというのは、まずね、えー、例えば私が、あのー、例えば三日後の、えー、名古屋まで新幹線を乗りますって時どうするかっていう部分でお話します。そうすると、まず最初に、 二、えー、通りあります。駅の窓口に直接行く。駅の窓口でだいたい駅のね、えー、事務室に行くのがいいと思うんですね。これはね、あのー、もの駅ではないんです。最寄りの駅ではなくて、えー、行くのは、あの、東京駅の、僕は東京駅から乗ろうとしたら、東京駅の駅の事務室に行くのがいいと思います。これで、直接どっかの最寄りの駅の緑の窓口で、すいません東、新幹線のチケットお願いしますってもね、間違いなくね、 何時間待たされるかもわかんないし、取れるかどうかもわかんないです。正直ね、あの、並んでる人もいたりするので、その仕事をやってもらうというのはまずちょっと難しいと思うんですね。それぐらい困難なんですよ。だからあの、駅の事務室にまず行くんですね。これ、東京駅のエミキの事務室に行くか、それとも電話をかけて、東京駅のその、ホームページに開催掲載されている、東京駅の、あの、駅のところの事務室に電話をするんです。 それが一つですね。それで、乗りたい列車番号を伝えます。例えば、のぞみ五号、ないなにゆきを乗りますとかね。それをね、第一候補だけじゃなくて、第三候補ぐらいまで伝えた方がいいですよ。うん。それで、そこで結局伝えるんですよ。そうすると調べてくれるんですけど、その場で回答は絶対出ないんです。出ないんです。それで、お願いしてで、ね、まあ、だいたいね、早い時で1時間ぐらい。 遅い時でやっぱり3時間ぐらいかかるんですよ、えー。だから結構それまでずーっと多分必死に調べてると思うんですよ。必死に調べて、えー、結局11号車がその空いてるかどうか第1希望で取りました、第2希望をチェックしたり、第3希望をチェックしたりとかいろいろしてるんですよ。結構これがね、相当時間かかるんです。だからね、できれば電話の方がいいと思います。僕ね、東京駅で待ってたりすると、まあとにかくね、 電話がいつかかってくるかどうかわかんないですけど、さすがに八重洲地下街とかで3時間僕ね待った時にはね、さすがに時間的にはね、ちょっと辛かったですね。もうね、行くとこないよみたいな、ぐるぐる回りまくったよみたいな感じで、なっちゃうんです。それで、やっとそこで、あの、例えば折り返しで電話来るわけです。折り返し電話来て、すいません、白倉様、あの、のぞみ5号が11時からの便が取れましたっていう話し,し,としてくれるんですね、電話で、ね。そうしたら、 もう相談会で終わりではないです。切符販売コーナーで購入しなければいけないですね。東京駅で言うと JR 東海の全駅切符売り場って書いてますかね。まあ、緑の窓口で JR 東海が書いてないんですよ。それで、えー、JR 東日本だと緑の窓口なんですね。それも所定の切符販売コーナーに行ってくださいって言うんですよ。そこにもう連絡をしておきましたからって言うんですよ。例えば近くの柏駅とか、 例えば、川口駅で、その切符を購入することはできないです。あの、東京駅で予約をしたら、東京駅の所定の、その切符販売コーナーにお伝えしておきますので、そこで切符を購入してください。という形になるんですね。それはね、えー、乗る当日でも構わないです。それで、今ではもうすでに買うことも可能ですっていうところになるんですね。だから結構ね、このね、い、この4つの流れ、流れってすごい大変なんですよ。だから本当に時間がめちゃめちゃかかる。だから、 あの、当日の場合でもいいんですけどね。当日だと、まあそこを行くまでにどれだけかかるかがわかんないんで、まあ乗り、電車がね、間に合わなくなってしまうなんてこともあるかもしれない。だから結構ね、そこは難しいところですよね。それじゃん。えー、ポイントとしては、まあとにかくね、事前にどの電車なのかっていうのも調べておく方がいいと思いますね。あの、JR のホームページには時刻表を書いてますので、 そう、時刻表を見ながら、例えば、あ、名古屋に着くんだったら、例えば、11時半に着くんだったら、11時半頃の電車、まあ、前のあたり、後ろのあたりの電車は、だいたい3つぐらいの候補を作っておくと。もう予定しておくのが一番だと思います。それで、さらにね、やっぱり臨時列車などを含むっていうところで、これ大事なところで、まあ、あのー、臨時列車が意外と、僕ね、意外と穴場だと思うんですよ。うん、今日しか走ってない電車とか、 そういう電車とか、ま、基本でしか走ってないってことはおかしいですね。あの、例えば土日だけしか走らない電車とかそういうのもあったりするんですよ。そういうのって意外とね、空いてるような可能性が僕ね、あるような気がするんですよね。うん。だから臨時電車っていうのは意外とおすすめかもしれない。だそこは見ておく必要があると。あとは、あの、なるべく、例えば名古屋まで行くんだったら、新大阪止まりがいいですよね。うん。あの、博多まで行く電車って結構混んでたりするので、 意外と、新大阪とか、な、望み流れ止まりってのはないと思うんですけど、あの、新大阪止まりの、望みとかの方が、チケットが取りやすいような感じがします。だから、あんまり望み、例えば5とか、えー、7とかそういうのじゃなくて、200何号とか、そういった形の方がで、ね、多分ね、乗りやすいような、チケットが取りやすいような感じがします。これ多分一般の人もそうだと思いますよ。多分一般の人も多分、臨時列車的なね、感じの電車の方が、 いいと思います。それで、あと、乗り換え情報、その先はどうするのかっていうところまで、きちんと押さえておく必要があると思うんですね。そこまで押さえると非常にいいと思うんですが、でもね、じゃんやっぱりね、もしチケットが取れない場合、どうするのかってこともあると思うんですよ。チケット取れない場合ってあると思うんですね。その時は、やっぱり別の日程とかね、時間にしないといけないと思うんですよね。うん。だからもうどうしてもその時間で行くとしたら、もう乗り込むしかないと思うんですよ。 もう強引にね。実際にもうしょうがない時は1号車とか2号車とか、まあ実際にこの次のやつと同じなんですけど、もし当日行くことになったらっていう部分で、チケットをとりあえず購入して、まあしょうがないので、車椅子の席がないところを購入して、それで11号車に乗せてくださいっていうふうに、あの駅員さんに頼んだ方が僕はいいと思うんですよね。 それで、11号車に来たときに、まあ、車掌さんに交渉してみて基本的に、車内の指定席とか、そういった席の管理、全部車掌さんが持ってるんですよ。権限を。だから、車掌さんに交渉して、もしその場所に空きがあったならば、そこが OK なのと。 ま、実際に、例えば11号車の席であったり、もしくは多目的室っていうのも、ま、障害を持ってる人とか、ま、そういったお体が不自由な人は多目的室っていうのを利用できることもあります。これ、あの、JR 東海と東日本でちょっと違うところがあるので、何とも言えないですけども、多目的室を利用することもできると思うんですね。もし空いてれば。 ただ、もし具合が悪くなった人とかね、いた場合には、あの、そっちの人が優先になる場合が非常にあると思うので、毎回あの、JR 東日本とか利用しても構わないですけど、もし具合が悪い時は、動いていただきますが、よろしいですかって言われることは結構あります。だから、ね、チケットをとりあえず購入して、車掌さんに交渉してみて、11号車でもし空きがあったら、席に座ったり、多目的室に行くと。ただ、もしダメだったら、もうそこでッキしかないです。ずーっとデッキで、電車まま乗り続けると。 うん、席はないけど。うん、ただトイレが近くにあるから、まあ、トイレは行けると思うんです変な号車に乗ってしまったら、そこに車椅子対応のトイレがなかったら、に、例えば大阪まで行くのに2時間40分、新大阪まで行くのにね、あの、トイレも行くこともできなくなってしまうので、だからそうなるとちょっと危険かなというふうに思います。それをま、あ当日にね、チケットを11号車の手配するっていうのはまず無理だと思います。それはできないですね。実際に時間的には間に合わないと思います。 そうすると、やっぱり、じゃん。やっぱり、おすすめは、とにかく、2日前まで。2日前までに購入することです。それで、できれば電話がいいと思います。当日だと、あのー、実際に行って、駅の事務室に行って、お願いすると、やっぱりね、待たされちゃうと、えー、ヤイスの地下街とかで3時間とか僕待てないです。やっぱり、すごい辛いですね。それだったら電話で、折り返し電話をしてくれることを、方がいいです。ただしで、ね、ただしなんですよ。 ただし今度購入時に余裕が必要ですから、まあ、例えば電車の折り替えとか言っても、昨日お話ししたように、スムーズに行けるわけではない。結構意外と待ったりすることがあったりするんでね。だからそうすると意外と時間にかなり余裕があって、えー、チケットを購入するための時間とかも考えておかないと、もしかしてその緑の窓口とかですごい列で並んでたら、なかなか購入できないっていうこともあると思うんですね。うん、もちろん当然、もうチケットはそこまで来てるので、あのー、すぐ手配は、 もうすぐできるんですけども。で、そういったことを考えると、まあ、電話でさらに当日行くとしたら、まあ、あらかじめ余裕。もしくは、あの、別な日に東京駅にチケットだけ購入しに行くっていうのもありかもしれないですね。まあ、ただね、そうなってくるとやっぱり、何やってんだ駅はって思うかもしれないですけど、意外とね、駅員さんはね、時間がかかってもね、必死にね、調べてくれてるんですよ。もうね、僕が乗るためにもう1時間ぐらいずっと調べてるのかって思うと、ほんとね、 気の遠くなるような感じはすごいするんですけども、本当はそこはね、僕は非常に感謝しています。あの、本当予約一つね、これちょっと取るのは大変なんですけれども、新幹線の予約っていうのは僕はいつも取るときはこんな感じです。結構なかなか時間がかかると。 ネット予約が残念ながらできないので、ま、あシステムがね、開発してくださればいいと思うんですけど、やっぱり本数がね、もうすぐ飛行機と違って多いので、なかなか時間がかかってしまうと思うんですけど、もうちょっと乗りやすくなればするようにいいかなというふうな部分でご説明させていただきました。まあ、ああの、今後はね、やっぱり車椅子のお父さんお母さんとかね、おじいちゃんおばあちゃん、そして友人を連れてね、新幹線に乗る機会とか、そういうのもあると思うんですよ。そして予約を取るときどうするのかってところやっぱり覚えておけば、いくらかでもね、 あの、その方法ができると思うので、いきなり統一とかなんかして普通にかあの、購入しに行ったら多分なかなか取れないと思いますので、そういったところまできちんと把握していただくと一番いいかなというふうな部分で今日は、あの、よく質問のあるようなことをお伝えさせていただきました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。